ってみようか。いらない。あんたも心配なのね。学園祭どころじゃないわよね。みかんは普段は全然ダメなやつだけど、火事場でバカ力を発揮するタイプだし、生命力強そうだから大丈夫。夏目と一緒にきっと無事でいるわ。学園へ帰ろう。じゃないって言ってるでしょ。夏目、目覚ましたで。夏目くんよかった。一時はどうなるかと心配で。なんでこいつらが。うちらな、あんたが誘拐されるの目撃して、そんで追いかけてきたんや。だけどこの星なしが私の言うこと聞かないから、自分たちまで捕まってしまったの。どこだここ。倉庫、港みたい。潮の匂いがするし。出口は3つ、うち2つは荷物で塞がれてるわ。外の様子を探ろうとしたけど、なぜだかアリスが全然働かなくて。多分レオの仲間にアリスを封じる結界師がいるんだと思うけど。レオ、あの野郎か。この声をよく聞くんだ、僕の声を。その体でそれだけ抵抗できるなんて大したものだよ。僕のアリスがなければ危ないところだ。やめろ、やめ。2時に船が来てうちらを連れ去るつもりや。アリスも使えないし、結界のせいで学園がここを見つけられないとしたら、船が来るまでに何とかここを脱出せな。怪我とやつのアリスのせいで絶不調。結構なヘマを踏んだわけだ。痛い。おいバカ。バカ言うな。お前、その耳につけてるパンダなんだよ。はあ、これはホタルにもらった通信用のイヤーマフラー。はあ、ネオが反逆者だったとは。これは由々しき事態だ。一刻の猶予もありませんね。レオが反逆者、もしそうなら僕の。はい、こちらホタルです。ああみかん、あんたやっとスイッチ入れたわね。え、今井さん連絡取れたの。なんか外野がうるさいから変わるわね。もしもし、みかんちゃん、僕だけど聞こえる？なるみ先生。今井さんから大方のことは聞いたよ。大変だったね。3人とも無事？あんなあんな、ここどっかの港の倉庫やね。夏目の具合まだ結構悪くて、今気を失ってるふりして縄で縛られてるんです。それにここ結界みたいな張ってあって、アリス使えへんし。落ち着いて、声小さく小さく。みかんちゃん、声出すの危険だから、ここからは黙って聞いて。3人ともこのまま気を失ったふりは続けて、こっちにそちらの状況が聞こえるようにマイクをオンにしておくんだ。僕らが場所の特定を図る間、その手足を拘束している縄を自力で解くか、それが無理なら、これはあまりいい案じゃないけど、夏目くんに無理してもらって縄を燃やすんだ。弱っている体にはかなり負担だろうけど、少量の炎でいい。あまり大きいと結界が揺れて敵にバレるから。ち、簡単に言いやがる。縄を外した後、確実に逃げるチャンスができるまで縛られたふりを続けるんだ。ジンドだ、聞こえるか。ジンジ、できる限り自分のアリスを敵に明かしちゃいかんぞ。敵にこちらの手の内を見せるということは、相手が対処してくる分こちらに不利に働くことになる。注意するんだ。それと一番重要なこと、何があってもレオのあの声を聞いちゃいけない。もし聞いたら。なるほど、通信機だったんだこれ。
そんな体で指導の結界を揺らすなんて、やっぱりただものじゃないね、お前。ま、結界の跳ね返しでダメージを受けて、もうろくに力も体力も残ってないだろうけど。反学園組織に指導まで加わっていたとは。指導？この学園の卒業生で、彼のアリスは結界操作。夏目くんの力が強すぎて、結界に反応してしまったようだ。ご機嫌いかが、ナル先輩。先輩の可愛い生徒、勝手にお預かりしちゃってすみません。レオ。ま、預かったって言っても、お返しする日なんか来ませんけどね。永遠に。レオ、お前なんでこんなことを。驚きました？なんでって、理由は簡単。僕が学園に利用され、働き蜂にされていたことのバカさ加減にやっと気づいたからですよ。それから僕もいろいろ考えました。あの人の考え方にも共感したから。信頼していた先輩は上手に立ち回って逃げちゃいましたけどね。鳴海先生とレオって昔からの知り合い？でも僕の方こそ驚きですよ。あなたほどの人がなんで学園の犬なんかに収まっているんですか？どちらかといえばあなたは反学園側の人間だと思ってたのにな。レオ、君は僕を誤解している。いや、誤解していたんだ。誤解も何も、学園の命令とはいえ、あなたがアリスを使って外でやっていたエグいことの数々、僕はずっと見ていましたよ。僕はそれを見習ったんだから。それがどの面下げて教職者になったんです？レオ！さてと、縛り直しましょうか。指導、ここだけ結界を緩めろ。レオさん、それは。いいから、縄で縛られなくても抵抗できないってことを教えてあげなきゃね。この二人のアリスも聞き出さなきゃだし。どうしよう。知ってるかもしれないけど、僕のアリスは声フェロモンでね、普段はこの制御ピアスで抑えているからわからないだろうけど、この力は人を自在に操るのに便利でね。さあ、言うんだ。お前のアリスは。へえ、まだ反抗する力が残ってんだ。今のはこの二人をかばったつもりか？ではお望み通りターゲット変更。なるべくならお前は僕の声で無害にしたままアジトに連れて行きたいと思ってたしね。どうせお前らはもうこっから逃げることはできないよ。あの二人は海外行き、お前はめでたく俺たちの仲間入り。抵抗したっていいことないよ。無事にここから逃れたところで煙たい目に囲まれて、お前はまたあの学園で汚れ仕事だろ。だったら俺たちの仲間になるのと何が違う。こっちはお前同様学園を憎んでいるものばかりだ。お前にとってもその方が。じわじわと神経を蝕む声。やめろ。レオさん、さっきから勝手なことばかり言うな。なんで夏目がお前らなんかと。こいつ、あんだけレオさんの声聞いていて、なんでなんともないんだ。お前無効化か。何のことやら。うち、この顔似てなくもない、あの人に。何、あの人。おい、今すぐデータを調べろ。あの人について10年ほど前を徹底的に洗い出せ。面白いことになりそうだ。わかりました。黒猫以外にこれは思いもよらない収穫かもしれないぞ。おい、パーマ。夏目くん、今なら結界緩いままだ。嗅覚聞かせろ。この近くに何がある。ちょっと待って。人気はなし。あ、南方の二つ先の倉庫から大量の火薬と薬品の匂いがするわ。お前ら、俺が合図したら全速力であのドアに向かって走れ。え？逃げるならあいつらの気がそれた今しかない。何する気。走ったら絶対に止まるな。
どっちかでも無事逃げ切ったら、なんとかして学園にここの場所を伝えろ。待って、あんた走れるからだとちゃうや。俺はなんとかなる。勝手にここまでついてきたんだし、放っておきたいのは山々だけどな。さすがに売られるとなったら寝覚め悪いんだよ。行くぞ。行け。おい、逃げたぞ。動くな。少しでも動いたらこの先にあるダイナマイトに火をつける。そうすればここなんて一瞬で火の海じゃねえか。はあ、何を言ってる。お前にこの結界の中、そんな距離の倉庫に火をつける力なんかあるさ。なんなら試すか。さっさと行け。レオさん、奴に隙ができたらすぐテレポートで二人を捕まえろ。はい。君のことだもの、きっと何とかしてくれるに違いないわ。今は彼を信じて、彼の言う通り一刻も早く学園にここを知らせなきゃ。なんなら試すか。あいつもしかして。パーマ、さっき言ってて。え、うち夏目を見てくる。さくらさん、すごく嫌な予感がする。ちょっとさくらさん、待ちなさいよバカ。ほとんどなんて正気や。あんた連れ戻さないと。でも今は学園に連絡しなきゃ。約束するんだ夏目。もしお前が敵に囚われた場合、そこから逃れる術を全て断たれたならば、その時は自らの命を絶って、もしお前がその力を敵に引き渡し学園の脅威となることを選んだら、君の大事な者たちがどうなるか分かっているね。分かっているね夏目。このままだといつまで経っても膠着状態か。ま、それもお前の体力気力が持つまでの話だけど。しかしお前が自分を盾にして二人を逃がすとはね。それって無駄な努力じゃない。俺らがそう簡単にあの二人を逃がすとでも思った。特にあの向こう家の娘、さっき外の仲間と連絡取ったし、遅かれ早かれあの二人は捕まってここに逆戻りだよ。爆発を起こせばあの二人もただじゃ済まない。大体お前にここを火の海にしてまで学園に戻る理由なんてあるのか。あるさ。終わりだ。分かっているね夏目。君の大事な人たちの幸せは君の心次第なんだよ夏目。なんで夏目ばかりこんな。誰が好き好んでこんな血を這うような生き方選ぶもんか。屈辱の沼に頭を押さえつけられるような毎日。おとなしく俺たちと一緒に来ればあの二人の処遇を考えてやってもいい。大事なもの一つ守れずに学園もお前らも何もかももううんざりだ。さっき言ってたな、遅かれ早かれ二人は捕まるって。今なら多分あいつらも捕まらずにこっから少しは遠くに逃げ切って、今爆破すれば吹っ飛ぶのは俺らだけ。無駄な努力にならずに済む。南方の二つ先の倉庫。夏目、やめて。バカだねお前。お前が戻ってきたせいでこいつのせっかくの苦労も水の泡だ。
てめえ、なんで戻ってきた。え、だって心配やったし。冒険だってしゃあないや、あんたうちのパートナーなんやから。おい、このイチャついてるガキどもさっさと縛り。レオさん、不意打ちですよ。力抜けて。逃げたぞ。夏目、走って。こずらせやがって大丈夫か。はい。あいつらはまだ倉庫に。行くぞ。はい。おい、水玉、お前逃げろ。え、一人なら、今のあいつらならなんとか逃げ切れる。行け。あ、あんた何言うて。いいから行け、ブサイク。何度も言わせんな。嫌じゃ。行けっつってんだろ、ボケ。行かへん言うてるやろ、ドアホ。ここまで来たの誰のためや思ってんねん。あんた置いてったら本末転倒もええとこや。ルカピオもホタルも先生もパーマだってあんたが無事帰ってくれるように頑張ってんのに、それを無視してうちやあんたがここで諦めるなんて許されるかい。あんたの抱えてる問題がどんだけのもんかなんてうちには分からんけど、でも。おい、この辺りをもう一度探せ。先のこと諦めるなんてうちらにはまだ早すぎる。楽しい未来はきっと諦めずに歩いたその先にあるもんやから。うちは学園に戻ってまだまだやりたいことたくさんあるもん。学園祭かて何もやってない。何が何でもあんな奴らに捕まるわけにはいかへんねん。あんたかてそうやろ。一緒に帰ろう、学園に。みんな待ってる。おい、そこの階段の下見とけ。いました、ガキども二人こっちです。ミカ、助けに来たぜ。翼先輩。先輩、また会いましょう。今度会う時は学園がなくなる時だ。あの人の理想は俺が実現させる。引き上げるぞ。こいつだけ連れて行くんだ。やめて。この野郎。目覚まさないで、あんまり心配かけんじゃないわよバカ。ホタル、事件は無事解決と言っても、学園の警備部が現場に駆けつけた時はレオたちには逃げられた後だったかな。大変だったね、ミカンちゃん。先生、夏目とパーマは。誰がパーマよ。私が逃げてあそこで安藤先輩たちと出くわさなかったら、あんたも夏目くんも殺されるとこだったのよ。夏目は？夏目は大丈夫。今はしばらく絶対安静で眠り続けているけど、意識を取り戻せば心配いらないって。ありがとう、二人とも。え？夏目を助けてくれてありがとう。やだ、ルカ
高くんでばいいのよ、礼なんて。とにかく退院後学校へ行けば、今回の軽はずみな行動に関して怖い先生にみっちり絞られるから、その覚悟でね。先生、あ、そうだ、ジンの先生からことづけがあったんだ。え、ジンジンから？はい。シングル昇格おめでとう。う、嘘。本当だよ。うちシングル？今回の活躍を評価して、今日から部屋も屋根裏からシングル用の部屋で、食事もお小遣いも昇格。これで一人前のアリス学生だよ。よかったね、みかんちゃん。前略じいちゃん、いろいろあったけど、さくらみかん、今日から晴れてシングルです。夏目にこの星見せびらかしてくれ。あ、みかんちゃん絶対安静。聞いちゃいないわね。自転車でくぐり